奈良の都にはまだ時折「四季」と言われた石垣を残している家の見かけられた頃であるたびたびの大乗還付でそれを家の周りに作ることが禁ぜられてきた今では宮廷より他には四季を完全に取り巡らした豪族の家などは翌々の地方でない限りは見つからなくなっているはずなのであるそれに一つは 宮廷の御在所が五一代五一代に変わっていた千数百年の歴史の後に飛鳥の都は宮殿の位置こそ数兆の間をあちこちせられたが同じ三が一帯のうちにあったそれでおよそ都移しのなかった形になったので後から後から地割りができて相応な途上の姿は備えていったその数兆の間に旧族の屋敷はだんだん家構えが整ってきた 葛城に元のままの家を持っていて、都と共に一大義理の屋敷を構えていた曽我の御御なども、飛鳥の都では次第に家づくりを広げていって、敷なども高く幾重にも取り巡らして、およそ永久の館づくりをした。それと同じような気持ちから、どの宇治でも大なり小なり、そうした敷づくりの屋敷を構えるようになっていた。 の海人流れで最も栄えた島のお届けの滅びた自分から式の構えは止められだしたこの国の始まり天から授けられたという宮廷に伝わる神の御言葉に背くものは今もなかっただが書いたものの力はそれがどのように由緒のあるものでもそれほどの威力を感じるに至らぬ時代がまだ続いていた その飛鳥の都も高間原浩姫の宗様のおぼし召しでそれから一里北の藤井ヶ原に移され藤原の都と名を変えて新しいもろこし用のキラキラしさを尽くした宮殿が立ち並ぶようになって。近い飛鳥から今木の駒にまたがって馬場で通うたわれもあるにはあったが多くはやはり詐欺師の坂の北 かぐやの麓から西へ新しくじわりせられた形状の町々に屋敷を構え家造りをしたその次の御代になっても藤原の都は日に増し宮殿が建てまされていってここをみ宮と遊ばすおぼしめしがうかがわれたその安土の心から家々の外には四季を巡らすものがまたぼつぼつ出てきた そしてその流行り風俗がみるみるうちにまた宇治宇の族長の家囲いをあらかた石にしてしまったその頃になって雨まむね豊王子の御事様がお隠れになり三男や大和猫天津を豊国那須姫の大御女様がお立ち遊ばしたその四年目思いもかけず奈良の都に宮内があった ところがまるで追っかけるように藤原の宮はもとより目抜きの家並みが不意の出家でそれこそあっという間に跡形もなく空のものとなってしまった。もうこの頃になると大乗官府にさらに厳しいことわきがついて出ずとも宇宙字の人は皆目の前の素早い人事自然の工作した天変に目を見張るばかりであったので久しい四季の問題もそれで解決がついていた。 古い宇治素性を言い立てて神代以来の家食の神聖を誇った者どもはその家食自身が新しい藤原奈良の都には次第に意味を失ってきていることに気がついていなかった最も早くそこに心づいた姫の祖父丹海公などは古き神秘を誇ってきた家食を松代まで伝えるために別に家を建てて中富の名を保とうとした。 そうして自分子供ら孫たちというふうにいち早く新しい司人の生活に入り立っていった今年四十を二つ三つ超えたばかりの大友のやかもちは父・び人のその年頃よりはもっと優れた男ぶりであったしかし世の中はもうすっかり変わっていた見るもの触るもの 彼の心をいらつかせる種にならぬものはなかった短開港の500年前に実行していることに今初めて自分の心づいたおぞましさが憤らずにいられなかったそうして自分と同じ風の成功の人の成り行きをまざまざ顧みて立然とした現に時に誇る藤原人でも まだ昔風の夢になずんでいた南家の横吐きの右大臣は先をととし太宰の院外の卒に落とされて都を離れたそして今は何話で謹慎しているではないか自分の親旅とも三十年前に踏んだ道である世間の氏神家の主は 大方もう四季などを築き回して大門・小門をつなぐといった要害と装飾とに興味を失いかけているのに何とした自分だ。俺はまだ現にできるなら宮廷のおめこぼしをいただいて石に囲われた家の中で家の子供を集め氏人たちを呼び集えて湯葉に精霊させ棒術立ち書きに出世させようといったことを空想している。そうして年々頻繁に 宇治神その他の神々を祀っているその度ごとに家の語り部大友の語りの都のオムナたちを呼んでこれに捕まえどころもない昔をの物語をさせて氏人に慶長を敷いているなんだか食うなことに力を入れていたように思えてならぬ寂しさだだがその氏神祭りや祭りのご縁に大勢の氏人の集まることは とりわけやかましく言われてきた三、四年以来のハットであるこんなため息を漏らしながら大友氏の古い習わしを守ってどこまでも宮廷守護のための武道の伝習に努めるほかはないやかもちだったのである越中の神として踏み歩いた腰地の泥の方がまだムカバキから落ちきらぬうちに もうまた都を離れなければならぬ時の迫っているような気がしていたそのうちこの針のむしろの上で兵部省から大府に昇進したそのことすらますます脅迫感を強める方にばかり働いた今年5月にもなれば東大寺の四天王像の開元が行われるはずで奈良の都の貴族たちにはすでに寺から内見を願ってきていた そうして忙しい世の中にもしばらくはその評判がすべてのいざこざを押し沈めるほどに人の心を浮き立たした本庁出来の像としてはまずこれほどものすごい天賦の姿を拝んだことは初めてだというものもあった神代の荒神たちもこんな行走で終わりだったろうという噂も聞かれたまだ公の供養もすまぬのに 人の口はうるさいほど頻繁に流雪を振りまいていたあの多聞点と項目点との顔つきに思い当たるものがないかというのであった「これはここだけの話だよ」と言って話したのが次第に広まってやかもちの耳までも聞こえてきた「なるほどふんぬの僧もすざまじいにはすざまじいがあれがどうも 銀大和一だと言われる男たちの顔をそのままだというのである「貴人は言わぬ」こういう種類の噂は得て友をして見てきた道々の博士たちといった心さもしいものの言いそうなことである「多聞天は太子藤原の笑みの中継だ」だあの乳和な50を越してもまだ30代の美しさを失わぬあの方が 近頃怒りっぽくなってよく下官や使い人を叱るようになったあのうましい人がどうしてこんな顔つきになるだろうと思われる表情をすることがあるその面持ちそっくりだともっともらしい言い分なのであるそういえばあの方が若盛りに傍術を好んで今にもことあれかしといった顔で立派な鎧をつけてのっしのっしと長いものをついて歩かれたお姿が 「あれを見ていてちらつくようだ」などと相づちを打つ者も,も出てきた「それでは項目点の方は?」と言うと「さあそれがのう」と誰に言わせてもちょっと言い渋るように困った顔をしてみせる「実はほんの人の噂だがのう噂だから保証はできぬがのう義円僧侍の弟子の道を奉仕に似てるぞなというがやけど 人に言わせるとあれはもう二十幾とせにもなるかいや筑紫で討たれなされた前太宰の将に藤原の広次の殿に生き移しじゃとも言うがいよわしにもどちらとも言えんがのどうでも見たことのあるお人に似ていさっしゃるには似ていさっしゃるげなが何しろこの二つの天部が 互いに敵視するよ「うな目つきで睨み合っている噂を気にした従軟たちがいろいろに置き換えてみたがどの隅からでも互いに相手の姿をまなじりを咲いて見つめているとうとう諦めて自然に取り沙汰の消えるのを待つより仕方がないと思うようになったという」「もしや天下に対乱でも起こらなければええが」 「こんなささやきはいつまでも続きそうに時とともに生まずに語られた」「善小ど殿でなくて湯気神墓地の方であってくれれば一層安心だがなああれなら事を起こしそうな坊主でもなし起こしたくても起こせる身分でもないじゃまで」「言いたい放題なことを言っている人々もたったこれ一つの話題を持ちあぐね染めた頃」 噂の中の大使恵美ア阿ンの姪の横垣家のいらつめが神隠しに会うたという人の口の葉に辻風を起こすような事件が湧き上がったのである。